5番土屋の後ろからは7番の板谷彩。こちらも連続有3からの3連続有出。幕井の盾、冴える7番の板谷が最後尾の状態です。体勢は縦1列で、ジャンを迎える向正面が近づいてきました。4番の亀川文香先頭、3番の荒牧里美が2番手、続く2番の渡口、そして1番高木真備はこの位置4番手、後ろをじーっと確認しています。さあ6番柳原が動いていくのか、先に発進か。2線高が4コーナーカーブ、1番高木真備も合わせて発進していきまして、1番高木の先行になっている。残りは1周、先行体制1番高木、3番の荒牧が2番手を取り切るか、6番の柳原が外回りでこれは厳しい状況か、5番の土屋が3番手インコース、2番の渡口マリアは6番手、続く4番の亀川、最終の3、4コーナー中間、1番の高木先頭だ、押し切れるか、3番の荒牧がついている直線コース、1番の高木先頭、1番車高木押し切った、1番、3番、5番、